ありがとうございます。私は神宮寺隆法でございます。私は法華経寺住職をいたしております。私の人生相談はもうかれこれ40年以上、長い長い時間いろんな方の相談に乗ってまいりました。私は特にうつ病、パニック障害、統合失調症、適応障害、不眠症などの精神疾患の方々の悩みの相談にも対応しております。私がこれまで相談に乗った方々の中で、特に男性の方ですが、自殺をした方がたくさんいらっしゃいます。30代で自殺をした方もいらっしゃいます。40代で自殺をした方もいらっしゃいます。そしてその方々がうつ病という病気になって心の病にかかってしまって、生きる力をなくしてしまって、生きる希望と目標を失ってしまって、最後は自殺を選んでしまっています。そのような自殺してしまった旦那さんの供養をしたいという奥様方が私神宮寺隆法にご主人の供養をしたいと相談に全国からいらっしゃいます。短期間の二層経験でもよろしいです。一ヶ月でもいいです。二ヶ月でもいいです。三ヶ月でもいいです。ご主人の供養をしてください。自殺者は、自ら命を絶った人は、なかなか成仏できないんです。一番怖いのは、自殺をした人の子供、自殺をした人の孫、この人たちが浮かばれなかった自殺例のせいで、自殺をしてしまうケースが非常に多いんです。自殺の家には必ず自殺者が出ます。それを止めないといけないんです。そのことを心配なさって、全国の未亡人の奥様方が私に相談をしてこられます。私、神宮寺隆法は、ご主人の供養と、ご主人の成仏を願って、奥様のご主人に対する追善供養のお手伝いをしたいと思っております。このような要望は非常に今多いんです。もし、ご主人の供養をしたいという方があれば、
法華経寺の方で受け入れをいたしますから、どうぞご連絡を私になさってください。法華経寺神宮寺雄法で検索すれば私のサイトを見ることができます。神宮寺雄法はあなたの幸せを心から願っています。神宮寺雄法でした。ありがとうございます。